鋼鉄城の鞄に乱始まる道案内。人を喰らい自らの同族となす不死にして不浄の怪物カバネ。世界を覆い尽くしたカバネが日の本へと上陸してから20年の歳月が流れた。西の国を治めていたアマトリ幕府は将軍の逆鱗に触れて感動された嫡男アマトリ琵琶の謀反により崩壊。その主婦であった金剛閣はカバネに飲まれた。アマトリ幕府の崩壊に伴い日の本の情勢は一気に変貌した。西の国と隣接した日の本中部を占める中野国、ここ中野国には中央政権が存在せず十国二都と呼ばれる独自勢力が緩やかな連合を成していた。互いに物資を融通しながらカバネの脅威に対抗する各国、その命脈をつなぐのは国中に張り巡らされた鉄道網だった。鉄道網は国鉄州と呼ばれる独立した技工集団が管轄しており、国鉄州による公平な物流こそが中野国の生命線であった。しかしカバネの侵攻により鉄道網は崩れ物流は滞り始めた。民人の不安を払拭するため自国の防護を固めるため各国は資材や食料の占有を行い始めた。地理的中心であり多くの農業益を抱える美濃は公然と物資の備蓄を開始。美濃による物流差配はじわじわと中野国を蝕む。疑心暗鬼が広がっていく。そうして生き残りをかけて各国がさまざまな思惑を巡らせる中、東の国との境に位置する遠江が突如として周辺各国への侵攻を開始した。
あっ、まっするな！あんた、弱い。死ぬのか。でもこれでもう家族が死ぬのを見なくても済む。まだ生きてる人がいる。助けるぞ。無事か。早千尋。カナメ、大丈夫？しっかりして。早く、その人も担いで連れてきて。あ、分かった。早く家族を助けないと。まだだけど、篠田組の人たちがさっき言ってたよ。それじゃあ、もう取られちゃってるかな。お山の上はまだ誰も行ってないはずだぜ。行ってみよう。なにぼーっとしてんの。カナメもちゃんと働きな。早く。一人だけサボって昼寝とはいい度胸じゃないか。千尋、最近あんまり掘り出し物見つけてないんだから、早くしないとめぼしいものをみんな他の組に持ってかれるよ。ああ、そうだ。
した？なんか嫌な夢でも見てた？俺、夢見てたのか？いや、私に聞かれても。ほらほら、働かざる者食うべからずだぜ。わかってる。おい、見ろよ、精錬前のカガチの塊だ。クズ鉄屋の親父、腰を抜かすぜ。こっちにもまだある。あ、みんなが掘り出し物見つけたみたい。カガチは高く売れるな。これでしばらく食いつなげるぜ。ああ、よかったな。おい、お前ら何してんだ。てめえら親なしのガキどもか。この辺りが誰の縄張りだか知ってんだろうな、拾いや。やっぱ柴山一家だ。なんで今日に限ってこんな時間に見回りを。逃げないと。捕まったら縄張り荒らしでまたひどい目に遭うよ。てめえら何こそこそ話してんだ。逃げよってんじゃねえだろうな。めんどくさい。カナメ、しょうがねえな。やるか。やったな。